無敵までの過程。先日の日本シリーズでセリーグ王者巨人を2年連続で4立てし、4年連続の日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス、直近10年で実に7回日本一になっており、まさに無敵の若鷹軍団、黄金時代を築いているんです。そこで一つの疑問が生じました。なぜソフトバンクはこれほどまでに強くなったのか。というわけで今回の動画はソフトバンクが最強になるまでにやったことを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。試作、今でこそ最強と言われるソフトバンク、しかし今から10年ほど前、2000年代後半は世代交代の時期も重なり、1回も優勝がなく、2008年には最下位になるなど、今ほどの強さはありませんでした。ただこの時代から今の黄金時代の礎となる様々な施策を施していたんです。それがこちら。1育成データ活用、2スカウティング、3外国人補強、4 FA 補強、5イズム。順番に説明していきます。1育成データ活用。2011年に3軍を設立。3軍は主に育成選手を中心に構成されるため、2010年代から育成選手の指名が大幅に増加しています。2009年は1人も育成選手を指名しませんでしたが、2010年は翌年からの3軍設立のため6人を指名しており、以降は毎年4人から8人指名しています。2020年現在、保有選手の数はパ・リーグ最多の89人。首脳陣が選手一人一人のために作成したプログラムでのトレーニング、また独立リーグ、社会人チーム、大学生との対外試合を多く行い、実戦経験を養うことで2軍と3軍の間でも入れ替わりが激しく、熾烈な競争が生まれ、チーム全体のレベルが上がります。ですので1軍のレギュラーが怪我をしても、ファームには続々とレベルの高い選手が控えているので、チーム力が落ちません。先日ダルビッシュ投手がソフトバンクについて、とにかくフィジカル差を感じます、試合見たら感じると思いますが、フィジカルが一定のレベルを超えると技術では抑えきれなくなりますとコメントしており、これも熾烈な競争意識によって、栄養、休養、トレーニングをサボらずにフィジカルを磨いていかないと生きていけない環境があるからではないかなと感じています。このチーム内の熾烈な競争を勝ち抜いた育成出身の主な選手に、千賀、甲斐、牧原、石川、モイネロ、周東がいます。2016年には総工費60億円をかけ、2、3軍のメイン球場、サブ球場、野内練習場、クラブハウス、選手寮を完備したホークスベースボールパーク筑後が完成しました。この施設はとにかくすごく、野内練習場の打撃マシンはボールを打った5秒後に横のモニターで自分の打ってる姿が再生され、その場でバッティングフォームをチェックできます。また親会社が IT 企業ということもあり、ソフトバンクに所属する全選手に iPhone、iPad が無償で支給され、ソフトバンクの選手しか見れない専用のアプリで、野内練習場に設置してある約30もの無人カメラで撮影された自身の練習する姿、スタッフが撮影した試合での映像、11球団の全選手の試合の映像をいつでもチェックすることができます。ホークスの主力選手も対戦相手の研究材料として活用しており、工藤監督や王会長もアプリで日々ファームにいる選手の状態をチェックしているみたいですよ。2スカウティング。2005年以降、ホークスがドラフトで指名した選手の中で1軍の戦力になった選手がこちら。高校大学出身者は全国的に優秀な選手を、社会人は九州出身者が多い印象です。育成選手の指名は決して野球の名門ではない公立校や大学の選手も参詣され、独自のスカウト網を築いています。ホークスのスカウティングは90年代事実上の GM だった根本陸夫の一つでも飛び抜けた能力とセンスに注目して取るといったイズムが根付いていて、例えばエースの千賀滉大、スポーツショップの店主がいい選手がいると3球団に電話で連絡するも、当時の千賀はガリガリで球速はマックス135キロ、他の2球団が指名を見送る中、ソフトバンクは育成での指名を即決しました。指名を決めた理由は股関節の柔らかさと投球フォームにあったらしいです。その後千賀は3軍から這い上がり、上昇ホークスのエースにまで上り詰めました。3 FA 補強。2005年以降、ホークスが FA で獲得した選手がこちら。10年代前半は多くの選手を獲得していますが、14年以降は加入選手はいません。2005年オフに城島が抜け、それ以降正捕手が固定できず、10年細川、13年には鶴岡を獲得、また日本一を達成した11年オフには先発ローテの一角杉内、19勝のホールトンが巨人に移籍し、先発の頭数が足りず3年連続で先発投手を獲得しています。そして何といっても横浜から内川誠一を獲得したことが大きく、初年度から首位打者 MVP を受賞し、ホークスを8年ぶりの日本一に導きました。その後も長年上昇ホークスの主力としてチームを支え、内川は FA で最も成功した選手の一人と言われています。
4外国人。2005年以降に獲得した外国人54人のうち11人は他球団から移籍してきた選手です。イデホやデスパイネなど他球団で活躍し計算できる助っ人を招き入れ、数年チームの中軸を任せます。もともと活躍している助っ人を獲得するには日本での実績があるため年俸が上がりやすく、豊富な資金力を要するソフトバンクだからこそできることかもしれませんね。5イズム。ソフトバンクが強くあり続ける理由の一つに長年受け継がれるイズムがあるからではないかなと感じています。90年代パリーグのお荷物球団とさえ言われた時代から99年の日本一を経験した小久保裕樹、松中信彦、2003年日本一メンバー和田剛など時代を担った主力が若手に練習方法やメンタルなどのアドバイスを送り、そのイズムを引き継いだ若手が主力となり、さらに次の世代に引き継がれることで好循環が生まれているんじゃないかなと思います。というわけで今回はソフトバンクが最強になるまでにやったことを5つ紹介させてもらいました。ソフトバンクがいち早く取り組んできたことは他球団にも大きな影響を与え広がりを見せています。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。